午前中小雨が降っていた上越市の板倉区では、先ほどまで降っていた雨はわずか10分ほどで止んでしまいました。恵みの雨かとも思われましたが、米農家にとっては一足遅かったようです。収穫期を迎えている早生品種のコシイブキの収穫を急ぐ米農家の姿がありました。とにかく急いでるから、降ってきたらもう枯れないんだから。コンバインは稲が雨などで湿っていると脱穀できずに内部で詰まり故障してしまうということです。ガーッと降っちゃうと今度中に入って田んぼが柔らかくなるとあんな風になるんですよ。これが柔らかくなると、あ、土が今土がもうぐちゃぐちゃになってますね、はい、穴になるとやっぱり機械も入りづらいし刈りづらいし機械も傷むし、稲の生育障害や田んぼのひび割れが発生するなど農家の頭を悩ませてきた水不足。8月うちはね欲しかったけどももういらないですね。帰って降られては困る。さらに猛暑も続いていることから、この雨が米の形に影響を及ぼす恐れがあるといいます。お米自体が田んぼにある状態でカラッカラに乾いている状態になっています、そこへ急激に、雨水、水をもらうと、急激な膨張等で、お米が割れてしまう、胴割れを起こしてしまう可能性がある。待ち望んでいたはずの雨による影響が懸念される中、午後1時前です。先ほどから雨が急に降ってきました。こちらでは稲刈りをしていたんですが、この雨で中止にするということです。午後1時前には強い雨が降り、コシヒカリの収穫をしていたこちらの米農家は急遽稲刈りを中止する事態に。無理して刈るとやっぱり今度米の品質がまたこうもみが無理して剥けたりとか品質が悪くなってしまいますので。収穫作業にも雨の影響が出ていますが、それでも晩生品種の米や畑の野菜などについては恵みの雨となったようです。一足遅い恵みの雨という感じですね。畑とか、あと奥手の稲とかには雨が欲しいんで、恵みの雨だったかなと思います。